はい、こんにちは、まめと申します。今回はこちら、騎士魔人の夢を実況させていただきたいと思います。騎士魔人の夢でいいのかな、騎士魔人の夢でいいのかな、どっちなんですかね。ちょっと分かる方教えていただけたら嬉しいです。ありがたいです。はい、ということで、以前実況させていただいたあだばなの館制作の雪月花様のゲームとなっております。で、こちらがあだばなの館より前に公開されたゲームなので、はい、あだばなの館でちょっと出てきたキャラクターたちもね、ちょっと出てくるっぽいですねなんかあのゲーム紹介のサムネ見る限り、なんかこの子見たことあるなっていう顔がいたので、はい、ということでやっていきたいと思います。どこで出てくるのか楽しみですね。はい、綺麗な彼岸花が美しいタイトル画面でございますね。ボイス機能をオンにしますかと、ボイス機能をオンにした場合、一部の文章でキャラクターの声が入ります。 BGM をね、実況の時ちょっと小さめにしてるので、ボイスがもしかしたら小さいかもしれないんですけど、そういう場合は次回から音量上げていきます。申し訳ございません。なお、ボイス機能はメニュー画面のアイテムからボイス機能選択でいつでもオンオフに切り替えてきますと。了解しました。ボイスだけ上げるとかできないんですかね。はい、それがあったらありがたいぜ。ボイス機能オンにしますか。オンにします。はい、ずっと喋り続けるの大変ですからねボイス機能あるとね、ちょっとね、ありがたいですねはい、ということで、昔々あるところに一人の鬼の母がおりました。鬼の母にはたくさんの子供がおり、自分の子供たちをとてもとても大事にしておりました。鬼の母は愛する子供たちを育てるために村に住む、人間の子供をさらってはこれを食べていました。愛する我が子のため、鬼の母は、数多くの子供たちの肉を引き裂き、その顔が真っ赤になるほど血を浴び続けました。やがて鬼の所業に恐れをなし、悲しみを抱いた村の者たちは天に住まうお釈迦様に、懇願しました。それを見かねたお釈迦様は、鬼の母が特に大事に育てていた子供を隠してしまいましたと。鬼の母は反狂乱となり、7日7晩自分の子供を探し続けましたが、とうとう見つけることができず、天に住むお釈迦様にすがりました。お釈迦様は現れ、鬼の母へ、子供がいなくなった母親がどんな気持ちになるか分かったかと諭しました。お釈迦様のその言葉を受け入れ、鬼の母は心を改めました。以来、鬼の母は子供をさらうことはなく、すべての人間の子供を守る守り神として昇天されましたと。後にこの鬼の母を、騎士魔人と呼ぶようになりました。じゃあ、騎士魔人の夢でいいのかな？はい、よかった。ゲームファイルに確か騎士魔って書いてたから、ボじゃなくてモでいいのかなって、はい、ちょっとドキドキしてましたが、騎士魔人で良さそうですね。はい、ということで、その土地の守り神となってたんですね。はい、最初は悪いお兄さんでございましたが、あー、めっちゃ綺麗、美しい、おー、なんと美しい舞だーと。お着物もまたちょっと美しくて、じっくり見たいから、この消せないかなと思っていろいろしてるんですが、消せませんね、帯は。噂には聞いておりましたが、これが12代目桜坂心王様の、孫息子、あ、男の方なんですね。いや、まるで若き日の、なんて読むかな、現像殿でいいのかな、を見ているかのようだ。本当にお美しい。歌舞伎、古来より日本に伝わる、伝統芸能の一つとして、大衆の娯楽として愛されたもの。僕の母方神楽坂家は代々その歌舞伎役者の一門であり、神楽坂家の、屋号劉備屋といえば、歌舞伎界では知らぬ者は、いないほどに有名であると。なるほどな。それにしても劉備屋のお孫さん、なんて美しい顔立ちなのでしょうか。まるで女性のように白く美しいですわ。あれは将来いい男になるわね。今でも十分可愛らしい魅力にあふれていますけど。てんてんてん、いおり、
そう聞こえた女性観客の声に僕はわずかに心の中で曇りを浮かべるものの、それを表情に出すことなく演技の最後を飾っていくと。あ、この人がじゃあ伊織さんですかね。はい。おや、あの子の芝居に魅了されているうちにもう演目も終わりのようですな。いや、本当にお美しかったでございます。ご来席の皆様ありがとうございました。本演目騎士魔人はこれにて終幕となります。お忘れ物のなきようお気をつけてお帰りくださいませ。騎士魔人、さっきの昔話が上映されてたんですね。いやー、幼い頃より天才と言われるだけはありますな。地筋以上の才能をあの子には感じましたぞと。聞けば12代心尾殿のお孫さんはまだ高校生とのことですが、来月には高校を卒業してそのまま本格的に歌舞伎役者となるらしいですぞと。いやー、それは楽しみですな。13代目心尾の襲名ともなれば歌舞伎界における出世も約束されたようなものですなと。出世街道まっしぐらなんですね。なるほど。はい、ということで、男の子でいいのかな。サブボイスがある、ちょっとね、なるべくボイス聞けるより黙りばし。いや、久しぶりだね、イオリと。何か用かい。芝居を見ていたよ。父さんは歌舞伎のことはよくわからないけれど、ずいぶん上手くなっていたね。あんなのまだまだだよ。おじい様の演技に比べれば足元にも及んでいない。何よりもこんなんじゃ母様の期待に応えられない。僕はもっと上手くなって最高の歌舞伎役者にならなくちゃいけない。今日来たのはそのことなんだ、伊織。私の妻、お前の母が事故で死んでからもう一月以上も経っている。そろそろお前も自分のやりたい道を探してもいいんじゃないのか。母さんに言われた道だけじゃなく。あなたが何を言いに来たのかは知らないけれど、これが僕の道だよ。僕は母様から言われた通り歌舞伎役者として13代目心を襲名する。伊織、お前だって分かっているはずだ。お前は歌舞伎役者にはなれない。なんで？ああ、女の方だったんだ。女性のお前は歌舞伎役者にはなれない。だから何？そんなこと百も承知だよ。それでも母様は僕に歌舞伎役者の夢を託した。母様の家系は江戸時代から続く伝統ある歌舞伎役者の血筋。劉備屋が持つ名跡は歌舞伎界に名を馳せた大名跡の一つ。けれども母様の代では神楽坂家の名跡を継げる男子が生まれなかった。そのせいで神楽坂家に陰りが生まれ、祖父が一線を引いたことにより一門の活躍も表舞台から消えていった。母様にとっては神楽坂家の劉備屋が築き上げた歌舞伎こそが全てなんだ。僕はその夢を叶える。母様の夢を叶えてあげたいんだね。なるほど。そのために女であることを捨てるというのか。そうだね。歌舞伎役者は女じゃなれない。僕が歌舞伎役者の道を続ける以上、それは生涯隠し通していく。つらい、もう茨の道まっしぐらじゃん。母様から逃げたあなたにとやかく言われたくはない。わかった。お父様とは仲が悪いんですね。それが本当にお前のやりたいことなら私はもう何も言わない。ただその前に一つだけ、私の言うことを聞いてくれないか。それさえ守ってくれればもうお前につきまとい、その道をやめろとは言わない。いいよ。何？岸坊町という町へ向かい、そこで3日間過ごしてほしい。岸坊町？覚えていないか？昔お前はそこに行ったことがあるんだよ。あ、確か歌舞伎アカデミーに通ってた時どこかに合宿に行ったことはあるけど、もしかしてそこのこと？歌舞伎アカデミーってなんか歌舞伎役者を育てるスクール的なのがあるのかな。そうだ、お前も春休みがちょうど近い。そこで歌舞伎のことは一度忘れて休息を取ってほしいんだ。そんなことでいいの？ああ、ただしそこで姉について、お前の姉について思い出してほしい。姉？伊織のことかい？
いおり。でもこの人もいおりだよね。ちょっとややこしや、どういうことかな。ああそうだ、覚えているかい。あまりよくは、小さい頃に死んだことくらいしか記憶にないよ。そうか。数年前、お前はそこに姉と一緒に旅館に泊まったんだよ。そしてその帰りにお前と姉は事故に遭い、お前の姉は亡くなった。本当に忘れてしまったんだな。けれどそこに行けば何か思い出せるかもしれない。そしてできることなら、その場所でお前の姉さんに会ってきてくれ。そこにお墓があるの？本当にやりたいことの答えはその後に見つけて構わないから。ん？どういう意味？行けばわかる、きっとな。そこで思い出さなければ、お前は本当に姉を亡くしたということになるんだろう、なるんだろう、だから、ね、るるるるら、ごめんなさい、なるんだろうからなと。ん？宿は八塚旅館というところを使うといい。昔そこでお前とお前の姉いおりも世話になったからな。いおりといおり、あれ同じ名前だよね。そういえば今日の演目、騎士文人だったな。お前も早くその呪縛から解放されるよう祈っているよ。呪縛？なんだろう。どういうことなんでしょうね。はい、まあ、その町に行けば何かわかるんだろう。そして僕は、父から承諾を得るために、なんだっけ、岸坊町だっけにある八塚旅館というところへ2泊3日の旅行へと向かった。そこで待ち受ける出来事、父が言った姉に会いに行けという言葉、それらが予想だにしない形で現れることに、現れることに僕は知らずにいた。ようやく着いた。ここが岸墓町か。前に姉の伊織と一緒にここに来たことがあるらしいけれど、まるで見覚えがないな。ここには歌舞伎アカデミーの合宿できて、確かその時母様の代わりに姉さんが僕の付き添いとして一緒に来てくれたんだよな。合宿の最終日に初めての公演に出て、その帰り姉さんと一緒に事故に遭った。母さんの代わりっていうことは結構年の離れた姉妹なのかな。普通なら忘れられない記憶のはずだけど、僕はそれを記憶の隅に追いやった。けど嫌な思い出ならそのまま忘れていた方が幸せじゃないのか。なのになんで父さんは今更そんなことを僕に思い出させようと。まあとにかく今はここで3日過ごすことを考えよう。それさえ終われば僕はようやく歌舞伎一筋に生きられるんだ。旅館は確かこの先の北の方にあるんだったよね。まあ分からなかったら町の人に話を聞いて道を確認しよう。了解しました。はい、キーボードで操作します。OK でございます。 OK でございます。あ、シフトでダッシュできるんですね。ありがて。 A でメッセージスキップですね。ちょっと音量調節したいんだよな。できないのか。なるほど。ボイス機能、オンにはしときたいんだけど、ボイスだけを、待って、もうオンにしてる、オンにしてる。ちょっとね、BGM 大きかったんでね、音量下げちゃったんだけど、ボイスも小さくなっちゃうんだよな。申し訳ござらんでございます。はい、編集で、いや、なんとかできることじゃないけど、いや、ちょっとどうしよう。あの、パート1終わって、音量聞いてもう一回ちゃんと調節していきたいかなと思います。街の人に話しかけよう。結構カラフルな車が走ってるな。道路を渡るときは歩道をちゃんと歩いて渡るんだぞ。何、車あるけど走っていない上に止まっているからどこ歩いても変わらないだと。バカ者、そういう細かいことを気にしてはいかん。
走らせるのね、義務的に大変ですからね。はい、ということでみんな駐車してるよ、道の真ん中で駐車してるよとかね言ったらいけませんね。え、これちょっとなんかモラルゲージ的なのがあって、横断歩道以外を渡ったらなんかどんどん下がっていくみたいなのない？大丈夫？はい、普通に横断歩道じゃないところを渡りましたが、この先の八塚旅館ってあるんだけど、そこで働いている葵さんって人がすっごくかっこいいの。楽しみですね。あとおかみさんも若くて綺麗なの。それも楽しみですね。二人とも、とても二人も子供がいるなんて見えないのよね。おかげであの旅館は、男女ともに密かに人気があるのと。この町って観光名所とかないんだけど、あの旅館だけは今やそう呼べる場所かもねと。なるほどですね。これは何屋さんなんだろう。はい、学生人が少ない前からこの町はこんなもんだけどと。まあ少し前から神隠しが起こってるみたいだから、そのせいで私ら学生とか子供の数が減ってるって。赤色かぶっちゃれられてるで。大丈夫？どうした神隠し、悪さをしなくなってたはずのお兄さんがまた何か始めちゃいましたかね、悪さを。おや、見かけない子だね。君はこの町の人ではないみたいだねと。はい、そうですけど、ここは都会とは言えず、だからといって田舎すぎるというわけではない。実に中途半端な町でね、私の住んでるところみたいだ。特に観光名所もないおかげで、あまり人も寄りつかない寂れた町さと。だから君みたいによそから来た子が来るとすぐにわかるんだよと。そうですか。好奇心までに聞いておくけれど、君はこれからどこに行くんだい？旅館でございます。この先にある八塚旅館というところまで。ああ、それならここから北に行くと北に行くと道路から、芝生の道になっているところがある。そこへ入ってまっすぐ行けばすぐに着くはずだよと。わかりました。丁寧にありがとうございます。気をつけてね。この町は年に何度か神隠しが起こる。特に君のような外から来た人間はこの地で眠る神様も目をつきやすいからね。姉様ってもしかしてそうやって神隠しにあったのかな。はあ、ありがとうございますと。神隠しなんてこの人本気で言ってるのか。まあこんな偏僻な町じゃそんな噂や言い伝えが残っていても不思議じゃないか。そういうことなのかもしれませんね。はい、なんて書いてある？ポップコーン、いいですね。キャラメルポップコーンがすごく食べたいでございます。ということで、じゃあ旅館に行きたいんだけど、人がいると話しかけたくなっちゃうよね。この先の八塚旅館は、おかみのなでしこさん、従業員の葵さんの2人で経営しているのと。おかみのなでしこさんは前の旦那さんとの子供が2人いるらしいんだけど、ここ数年誰もその息子さんたちを見たことがないのよ。神隠し？すぐに疑っちゃう。私も小さい頃はその子供たちと何度か会ったことあったんだけど、一体どうしたのかしら。何か事件の匂いがプンプン丸でございますストップ、侵入禁止、入るな入るなってめっちゃ言われてる。いつか車がどいて入れるようになるのかなはい、なんだこの一本道、気になるぞ。あ、この先が旅館なんですね。もうちょっとブラブラしていいですか？おじいさんがいるぞ。見かけない顔だな、よそ者かとバレましたか。この先の旅館に泊まる気かな。それならここと違って草や木が生い茂った道になっているから気をつけなさいと。蚊がいっぱいいそうだす、いそうだすってもう最近斬新な噛み方をしますね、よく。この町八塚旅館で働いている葵さんに偶然この間やったあったのと。あの人すごく働き屋で、おかみさんの分まで旅館を、仕切って働いているそうなのと。なるほど、働き者なんですね微妙に行けそうで行けないこの隙間、気になる。はい、ということで一応全員に話しかけたっぽいですな。じゃあ行きましょう、旅館の方に。レッツゴー。はい、虫除けスプレーしたか？大丈夫か？おー、めっちゃでもいいですね、緑たくさんで。マイナスイオンが出てそうって言いたかったんです、噛んだけど。はい、鳥居をくぐって、すごいな。少し獣道っぽくなってきたけど、こっちで合ってるのかな。心配になってきますね。縦札があるから、多分合ってるとは思うけど。次は、ど
じ、いおり、誰？え？お？やっぱりいおりか。いおり、待って、これなんか人なんか見たことない？あ、誰だろうこの人。初対面だよね。それになんで僕の名前を？いや、僕の名前なのか。あの、そっか、姉さんの名前もいおりだよね。すまない、ブスなかった。勘違いしていたみたいだと。はあ、そうですか。君はこれからこの先の旅館に泊まるつもりなのかと。葵さん？はい、そのつもりですけど。ならやめておいた方がいい。え？なぜですか？そんなことを急に言われても、僕はこの町で他に泊まる場所を知らないですし。下手に止めるよりは変えた方がマシかと。は？いや、こっちの話だ。気にするな。どういうことですか？なら旅館に泊まるのはいいが、この先の東の方にある配管には近づくな。いいなと。なるほど、東の方から来られましたね。何があるんですか？そう言われると行きたくなる好奇心がうずくんですが。配管、そんなのがあるんですか？いいから、僕の警告を忘れるな。は、はい。それから、もしもの時のためにこれを持っておいておくれと。何ですこれ？お札か？え、なになに？そう言って、男が渡してきたのは、何かの骨。ひょっとしたら人間の骨かもしれないものだった。な、何考えてるんですかあなた。そんな不気味なものをいきなり会ったばかりの僕に渡そうだなんて。いいから受け取れ。いきなりこんなものを渡すなんて正気じゃないと思われても仕方ないが、それでも君にこれを持っていてほしいんだ。カバンの中でも何でもいいから隠し持っていてくれ。頼む。選択肢の文字が赤い選択肢だった場合は、それはエンディングのルートが分岐するほどの重要な選択肢です。記憶力3秒だけど、これは絶対に忘れちゃいけませんね。赤い選択肢ね。赤い選択肢の際は選択を慎重に選び、その後のセーブファイルは別の場所にセーブすることをお勧めします。了解しました。骨を受け取った場合、グッドエンドはハッピーエンド、骨を受け取らなかった場合、トゥルーエンドへと。受け取らないと真実、後半突入します。どうしよう。真実はやっぱ一番最後に見た方がいいんですよね。でもグッドとかハッピーとか心がハッピーなまま終わりたいんだけど。これちょっとどっちを。物語を理解するにはグッドエンド、ハッピーエンドの後トローエンド。優しい、ありがとう。じゃあグッドエンドちょっと目指したいかなと思います。はい。またグッドエンド、ハッピーエンドのクリアートはトゥルーエンドまでのイベントスキップが現れますと。このため初回ルートでは受け取るを選択することを推奨いたします。優しい。じゃあ受け取りましょう。ほい。わかりました。謎の骨を手に入れた。ありがとう。今はまだわからないかもしれないけど、いずれ必要になってくるはずだ。それじゃあ僕はもうそろそろ行かないと。いや、あなたは一体。話に聞く葵さんかなとは思うんですけど。何だったんだろうあの人。こんな不気味なものをいきなり渡してきて、けど妙に真剣な表情だったし、つい勢いで受け取っちゃったけど、まあ下手に捨てても呪われそうだし、カバンの奥に押し込んでおこう。確かにちょっと捨てるにはね、怖いですね。なんかすっごい、なんか急に工事の音がしだしたんですけど。失礼しました。音が収まってきたので再開。そして僕は目的地、八塚旅館へとたどり着いたと。